楽しくね、もう深い深い純粋に。でもね、一応ファンって言うからね、俺のこと、なんかしてあげたいなんとかなとかあれば、ゆきちゃん、じゃあちょっと次の話題いきますね。はい、しきちゃん書類送検された？これ福岡の女性ごっくちゃんと、ちょっとリスナーさん教えてほしいんだけど、書類送検ってなんだろう。ごっくさんもゼリー事件、書類送検っていうのは捕まったってこと？捕まってはない。書類送検って何ですかね、ちょっと分かんなくて、あのゼリーのね、捕まってはない、起訴されるか不起訴されるか、書類を、警察庁に送られたってこと？起訴裁判に向けた準備を警察がしてるってこと？刑事がしてるってこと？準備段階でも、逮捕の直前ってことですね。じゃあ書類を送って送検して、まあ捜査が始まるってこと？検事がいる検察庁に書類を送られたってこと？送検っていう言葉がむずいわ。警察庁にね、そういうことなんだ。でも不起訴になると思って書類送検しないでしょ。だ、完全に逮捕しようとしてる動きだよねこれ。逮捕しようとしてる動きでしょ。なるわけない、そういうことなんじゃないのね。不起訴になると思ったらそもそも書類送検しないでしょ。だってこれは民事ではないもんね。刑事事件でしょ。で、刑事って言ったら、まあ刑事さんが動いてるからっていうことよな。警察が黒にしたいんだよね、要は。起訴される可能性が高いんじゃないの。わっぱかけたら逮捕でしょ。わっぱって手錠でしょ。不起訴も多いの。まあまあ結果は分かんないってことで、まあ、書類送検されたってことですね。絶対に今回逮捕されないで書類送検だけで不起訴だよ。それ何、なんか弁護士さんかなんかの、なんで分かんのそんなこと。罰金で、ああごくちゃんが配信してたんだ。だから火薬が被害届出して受理されてて、俺も書類送検される可能性があったってことでしょ。簡単に言うと在宅起訴、難しいな。みんなわかんないか。お疲れ様です、グレートありがとうございます。グレートつかファンタじゃないこれ。ありがとうございます、すごいわ、ありがとう。ぶちゃんね、ちょっとお風呂沸いたら終わるわみんなね。でお風呂入ってゆっくりするからということで、休止はしないんでね。ちょっと休め、ゆっくりね。今お風呂沸かしてるから、お風呂沸くって今自動で沸かしてるの。少ししか、俺ね44度とかにしてめちゃくちゃ熱くして使える、短いけど。どう、俺ねチンチンが好きなんだ。で、あの熱湯消毒みたいな感じで、まず浴槽にぶち込んで熱湯消毒する。で、体の汚れを落とす作戦。だから何が熱いって、あの入った時の肛門が痛、なんか痛い。だいたい足って次ケツからダイブするでしょ。皮膚に悪いの。でもいつもそんな感じで 2,3 分で出る。ちょっと汚い話するけど、
染みたりするのって切れ字なのかな。ちょっとごめんね、うん、切れてんのかな俺ケツ、うん、みんなはしないの。ごめんねちょっと汚い話。もし切れてたらどうやったら治るの。切れてるよってそれ直さなきゃいけないの、うんうん、薬があるんだ。あ、そう。病院は恥ずかしいわ。いけねえわ、うん、つか案外似合ってない髪型ね。いい感じじゃない。どう。もうそろそろ帽子取ろうかなね。貯金1億っつうかふわっちで1億も稼いでないっすよ。みんな勘違いしてるけどトータルで、うん、だからトータルで億超えてるのって10人ぐらいしかいないんじゃない今まで。でこのペースだと行くけど、うん、誰、まあサプリくんとかコキチくんとかね、アイラとかアムチンも行ってるだろうね。まあ養分とかも行ってる。ほとんどいないで多分。あ、予算行ってるかな。微妙なラインだね。うん、で政治もワンちゃん行ってるかな。あ、雷神さん投げてあげて無料アイテムみんな。俺お世話になってるから。やってるメタル社長。無料投げてあげてなんか。タイトルの説明、まあ機長くんからナイス。ちょっと機長くんに無料投げてあげて、まあ、話変わってきちゃうわ。うん、そんなナイスもらったら、うん、機長くんに無料投げてあげて、うん、なんか一緒になんか戦ってるらしいけど困ったもんやな俺。もう投げた、うん、あ、ナイスありやすい機長くんから。また行ってもいいですか機長ビリスナーさん。お邪魔じゃなかったら1週間ぐらいちょっと行ってもいいです。あれなら劇長くんのポテトサラダが食べたい。手料理がね迷惑ならないかな、うん、うん。でねうちのねあの刺激を求めたリスナーまで連れてっちゃうからそれが鬱陶しいんだよね、うん、ナイスありがとう。ありがとうね。なんでナイス流してくれたんだろう、うん、行こうかな今から。うん、チョピの家で寝ようかな、うん、バルミューダね。なんか人に家電買うけど自分家の家電がマジでやばい、うん、俺も乾燥機欲しい。洗濯機あの大変だから。特に冬とかさ乾かないじゃん。うん、お前の耳下すぎん？福耳やで俺。ドラム式？もう干すのが大変だわ。みんなと干してる？みんなって。うんうんうん。ナイスありがとう。うん、まあ増えてるっちゃ増えてる。あの切れ字じゃないですからね。うん。そう見てます。あのアイドルね、アイドルはいいんだよ俺投げなくてね、うん、ありがとうね。アイドルは大臣さん喜んでめっちゃ喜んでた。困ったね。機長くんからナイス流れてくるしメタル社長応援したいし一応戦ってるんでしょ二人は。どうしようね。うん、まあ、八方美人って好きじゃないから嬉しいわってありがとう、うん、何型？何型だろう。血液型だけは隠してる。血液型で判断されるのが好きじゃなくて、うん、内緒。あと性事情とかも一切隠してる。何も言わない。何も言わないよ。パルパール？あ、どうも、ありがとうございます。
てめえちょお前が調子のぶっ飛ばしてやろうてめえよこの野郎やるか、うん、格闘技つかマジでやりたい誰かアンチのやつと配信的にも盛り上がるしこれバツさんだね、うん、どうもありがとうね弱いなら強いよ誰かちょっとやりたい普通に格闘技うん、うん、誰かやってほしいな喧嘩とかじゃなくて遊びでね誰かいないみんなに断られる松平もペニーもうん楽しいゆめきもビビるでしょ俺に勝ったら株上がるけどねそういうなんか度胸あるやついないんだよねうん、クソばっかだよみんなに断られるで原田とか慶之助はプロでしょうん光るぐらいではいいよって言われたのあとみんな断られるでほんと陰キャ多いよなふわっちで深夜ちょっと相手にならないねうんまあ光るでも勝てるけどね普通に他いないのこまえもやれないでしょあうわお風呂行かなきゃいやもうちょっと喋ってたかったけどみんなごめんねじゃあお風呂ちょっと行ってくるから今日ちょっと短いですけどね朝もやったっていうことで夜の配信こんなもんにしますで、まあ、新宿で用事済まして、まあ、帰ってきたとはいくれぐれもねみんなあの浮気しないようにね、うん、他のリスナーにならないようにまあ明日の夜まで多分やらないんではいしばらく何かあったら DM か LINE くださいうん随時でも言っておいであナイスありやんす、うん、ナイスありがとうね、うん、大丈夫体操またねみんなやだファンタスティック、英語の人あのまー、あ、ちゃんとこの英語のすーちゃん1位に争ってるねギリギリ70万ぐらい課金してる人やだって寂しいのでもすーちゃんちょっと休んでいいちょっと疲れててまた明日やるからさうんお風呂も入んないとねお風呂沸かしたしうん、まあ、寂しいの分かるけどうんねっすーちゃんあいい子だねすーちゃんそうでしょイベント終わってまだ余力あるのすごいね昨日もファンタもらったし村井でもいえいえ皆さん最後ナイスとあのメガホンあったら投げてほしいメガホン最後お願いしますありがとうねみんな幸せだ俺はマジで幸せ人生で今一番幸せかもこれはね断言する人生で36年生きてきて今が一番幸せこれはね、正直に誰よりも幸せもんだよ、俺はうん、そう思ってるどういうところで全てだね配信も全部あ、メガホン115個ありますあ、そう、うん俺幸せもんだよねそう思わない、客観的に見てクリニックやってほしいな、いやーゆうちゃんやすちょっと寝ようかな、うん、今日待ってるからお風呂入ってきてもいいよなお風呂入るぐらいなら待っとくでも出てきたら終わるでほんまに患者さんを見捨てないで患者さんいるの LINE 通話でもいいけど待たせてほしいじゃあ 3本指立てて深々とお辞儀して待つなら見事聞けるほらうん
よしよし、いい子だいい子だ。よしよし。なあ、待っとけよ。しゃあねえな。クリニックも俺が患者みたいになっちゃうからね。ここ溜まってきたで、500円玉。これマックス貯めたら300万だって。これ楽しみなんだよね、最近。なんだスティッカーありやすい。ラブだよ。センキュー。じゃあね。